今年2023年に開催されたオーストラリアとアメリカ主催の合同軍事演習タスマリンセイバーには陸上及び海上自衛隊も参加しました。この演習で陸上自衛隊は1に1式地対艦誘導弾やマル3式中距離地対空誘導弾のみ演習を行い、オーストラリアが日本の重要な防衛パートナーとしての役割を果たしました。では詳しく見ていきますね。タスマンセイバー2023で陸上自衛隊はオーストラリア南東部にあるビークロフト射撃場で7月22日に海上の標的に向けて1に1式地対艦誘導弾の実弾射撃を行いました。これはオーストラリアで日本の1に1式地対艦誘導弾の実弾射撃訓練が実施された初の事例で、見刺された誘導弾には作薬が充填されていませんでしたが、陸上自衛隊の対艦攻撃能力を対外的に示す機会となりました。人に、1式地対艦誘導弾は、2012年度の防衛予算から調達が開始されたミサイルシステムで、装輪式の車両に、レーダーシステム、中継システム、射撃管制システム、磁気統制システム、発射塔を搭載しています。現行型は最大射程距離が約 200km ですが、能力向上型の開発が進行中で、将来的には最大射程距離を 900km、さらには 1500km まで延伸する計画があります。現在開発中の人に、1式地対艦誘導弾の能力向上型では、地上から発射する既存の装輪式車両型に加えて、航空機や艦艇から発射する型も検討されています。これにより、航空自衛隊や海上自衛隊でも幅広く利用可能となることが期待されています。さらに、タスマンセイバー2023で、陸上自衛隊は、マル3式中距離地対空誘導弾の実弾射撃を行い、その様子がオーストラリア軍によって公開されました。マル3式中距離地対空誘導弾は、2003年に導入が始まり、最大射程は約 60km です。このミサイルは、アメリカ製 PAC-2 ミサイルシステムに比べて約 45% 安価で、コストパフォーマンスが優れています。2016年までには、マル3式中距離地対空誘導弾の改良型が開発完了し、巡航ミサイルや空対地ミサイルに対する迎撃能力が向上されました。この改良型の調達は、2017年度の防衛予算から始まっています。中国は、すでにアメリカに次ぐ世界第2位の GDP 額を誇り、軍事費の額でも同様の位置にあり、実戦経験こそ近年はほとんどないとはいえ、ロシア以上に消耗戦を行うに足る各種の物資の生産能力を有していると思われる。しかし、周知のようにアジア地域には NATO のような西側諸国の軍事同盟は残念ながら存在しておらず、アメリカをハブとして日本を含む各々の国々がその時々の政治的な判断で連携を模索していくしかないのが実情であろう。その意味では、今回のタスマリンセイバーのような合同軍事演習は、日本にとっても非常に重要で、かつ有用な機会であり、年を追うごとに強化されている中国軍に対し、いかに有効な抑止力を備えるかを示す場とすべきに思える。政府が進めているシェルター整備は、平成16年2004年に制定された国民保護法に基づく国民保護計画の一環ということです。防御性能の高い地下シェルターは全国に1591箇所あります。しかし、中国や北朝鮮の脅威に直接向き合っていると言っても、いい沖縄県の先島諸島にはわずか1箇所しかないのです。今回はこのシェルターについて見ていきたいと思います。シェルターとは何か。厳密な定義はありませんが、国民保護法によると、都道府県や政令市がミサイル攻撃などに備えた避難施設を指定するよう規定しています。このうち、爆風など直接の被害から人間を守る堅牢な地下施設が、事実上の地下シェルターを指していると言えましょう。令和4年4月時点の内閣官房のまとめによれば、前述の通り、地下シェルターは、全国に1591箇所あるそうです。ただ、沖縄県を見ると6箇所に限られ、しかも5箇所は那覇市など沖縄本島に集中しているのです。先島諸島では、タイトルの通り、
石垣島の石垣市役所だけということになります。さて、お隣の軍事国家北朝鮮は22日日本時間24日午前0時以降、人工衛星を発射すると日本政府へ通告しました。人工衛星とは言っていますが、事実上の弾道ミサイルと見られます。発射された後に先島諸島上空を通過する可能性があるため、この地域の緊張が高まっています。昨年8月には与那国島、与那国町の沖合約 80km に中国軍の弾道ミサイルが着弾したという事実があるのです。有事の際の一時避難先の必要性は言うまでもありません。沖縄県は3月、同諸島の住民が計約12万人を九州に避難させる図上訓練を実施しました。その結果、臨時の民間機や船舶を使用したとしても、6日程度の日数がかかったのです。その事実があるにもかかわらず、避難施設などの整備が進まなかったのは、離島は、都心に比べて、地下街や地下鉄、地下駐車場といった既存の地下構造物が極端に少ないという事情があるためと言われます。世界を見ても、他の国に比べると、日本は、整備が遅れていることがわかります。NPO 法人日本核シェルター協会による、平成14年、2002年の調査結果を紹介します。放射性物質を遮断する核シェルターの人口あたりの普及率ですが、スイスとイスラエルは 100%、アメリカは 82%、ロシア 78%、イギリス 67% という高い数字が出ています。一方の日本は、なんと 0.02% という少なさです。しかも、日本の普及率は、現在も大して変わってはいないそうです。日本より国土の小さいスイスやイスラエルは別にしても、広大な国土を持つ、アメリカやロシアの普及率の高さに驚きますね。では、ここである沖縄県民の声を紹介しましょう。あくまでも、個人的な意見ですからね。筆者とは別です。沖縄に住んでいます。私自身が、平和ボケを絵に描いたようなものではないかと思いますが、シェルターが大切と記事にあったとしても、どうもピンとこないんですよね。もちろん、アメリカ軍関係の基地とは、無関係な沖縄になってくれたらいいのですけど、他の国のやり方に対して、沖縄県は地理的に重要な位置にありますし、アメリカ軍基地は無駄な戦争の抑止力になると思っているので、私個人としては歓迎です。なんか、基地があるから攻撃目標にされるという人もいますが、私はそうは思っていません。アメリカ軍基地があるからこそ、戦に発展しないという考えもありですよね。と言っても、シェルターと言われても、今一つ身近に感じられない、ピンとこないのは、メディアの発信が少ないせいではないかと思うんですよね。沖縄県の新聞2社が、八重山日報みたいに、もっと、シェルターの必要性を報じてくれたら、私みたいな平和ボケの人間も少なくなるんじゃないかな。昨晩夜中4時に、北朝鮮からのミサイル発射通知が届いて、避難してくださいとアラームが鳴りました。でも、どこに行けばいいんでしょうか。国は、警告はしましたからね、っていう感じで終わってしまいましたが。長引いているロシア・ウクライナ戦争。現在、キーウとかウクライナの都市で空襲警報が鳴っても、シェルターを使ってる人は、ごく一部しかいないと聞きます。空襲警報が鳴るたびにシェルターにこもっていたら、仕事にならない、つまり長期的には生活できないからというのが理由らしいです。特に、島の場合は、都市単位で戦争が長期化したら食料備蓄という大問題が発生します。シェルターがあったとしても、どうしようもない状態になる可能性がとてつもなく高いのは、ちょっと考えればわかること。シェルターの優先度を、どの程度と判断するのかは難しいところだと思いますよ。上記の意見は、アメリカ軍基地を受け入れている沖縄の人のものです。十人十色というように、人それぞれの意見の違いがあって当然です。この人は、シェルターの必要性はわかっているようですが、もう一つ切迫感がないということです。その理由は、メディアの発信手法に問題があるのではないかと考えているようですね。
どちらにしても、現在のところ、シェルター整備は国の職掌のようですから、やはり、国の考えが基本になることは言うまでもないと思います。有事の際、本当に国民を守るためには、シェルターが必要だとなったら、国の予算で整備を進めていくべきではないかと考えるところです。台湾が染めた自国で建造した潜水艦一番艦ハイクン、海鯤がついに動き出したという情報が入ってきました。今回は、そんなハイクンの性能について見ていきます。ハイクンの X 火事は、日本の潜水艦に似ているようですし、親しみが持てますね。しかし、アメリカ海軍が全面バックアップしているとはいえ、台湾海軍が動かせるのかもかなり気になるところです。MK48 魚雷搭載はマジでやばい。中国原潜も終了です。9月28日、古代中国創造上の巨大魚の名を持つ台湾で、初の国産潜水艦ハイクン型一番艦が、台湾南部の高雄の造船所で進水式を迎えました。このハイクン潜水艦は言うまでもなく、近年、台湾の武力統一の意思をあからさまにしている中国習近平体制への大きな牽制力になると思われます。台湾の潜水艦に対して中国は身の程知らずと非難しました。逆に言えば中国にとってかなりの深刻事態だからこそ過敏に反応したのではないかとも推測されるのです。通常動力型潜水艦のハイクンは通常型としてはビッグサイズです。そのせいふさわしいと言えるでしょう。でも、同タイプの海自最新型潜水艦タイゲイ型よりはちょっと小さいようですね。特徴は、タイゲイ型と同じく高性能リチウムイオン電池を採用したため、2週間ほどの連続潜航が可能と推測されること、アメリカの原潜に搭載している最新戦闘システムを採用していること、高性能長距離誘導魚雷、射程約 50km を装備していることです。兵装の中でも、MK48 魚雷は、時速70〜100km、敵が回避しても再指令すると、何度も何度も攻撃を繰り返す、しつこい魚雷です。もはや、水中対艦ミサイルと断言しても誇張ではないほどの性能ではないでしょうか。アメリカの最先端技術が使われているので、タイゲイ型よりも高性能ではないかと考える、防衛軍事関係者も多いようですね。台湾は、潜水艦を自前で作りましたが、建造のノウハウは持っていませんでした。ではどうやって作ったのでしょうか。ある報道によると、アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したというのです。つまり民主主義勢力連合というわけです。日本にも参加要請があったらしいのですが、対中関係などを考慮して、軍事的協力は断ったが、民生レベルの技術協力という名目で応援している可能性はあるという噂です。自分で作れなければ、外国から輸入すればいいじゃないという某フランス女王のような声もあるようですが、台湾は国際的にも非常に微妙な存在です。潜水艦の完成品を外国から輸入するとしても、売却する国はほとんどないでしょう。というのは、世界の多くの国は中国との国交を選び、台湾と断交しています。建前上は、一つの中国の原則に従ったという形です。日本もそうです。ですから、台湾へ武器を輸出することは、一つの中国体制を無視することだと、中国が猛反発、巨大の経済力を武器に、
貿易制限中止の報復に出るのが、いつものやり口になっているのです。実例があります。潜水艦を売却したオランダと1980年代に、軍艦やミラージュ戦闘機を販売したフランスが、中国の経済制裁でダメージを受けています。唯一の例外はアメリカです。台湾の安全保障を謳う国内法、台湾関係法を理由に、中国の非難を無視して、台湾に武器輸出を続けています。中国とは、正面から対決はしないが、全面的に認めるわけではないという方針でしょう。国内法を盾にして、外国を脅すのは中国も同じでしたね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になった事実は、中国にとって見過ごせない大きな衝撃だったでしょう。つまり、台湾が輸入しようとしたら、輸出しそうな国を中国は経済制裁で脅し、中止させることができたのですが、もう脅しは効きません。台湾は好きな時に好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったのですから。ロシア・ウクライナ戦争を見た台湾は、潜水艦のように重要な兵器は自前で確保するのが安全保障の肝と痛感したのでしょう。台湾については、次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦を開発するのか?という気の早い話題も飛び出しているようです。スタンドオフミサイル最大のメリットは、敵の射程外から攻撃できる距離の長さでしょう。中国が上陸作戦を行うとしたら、ミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー、防空設備、軍港などです。敵の耳目と反撃手段を叩くのが戦術の定石ですからね。このため、台湾は反撃能力確保にも熱心で、中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル、射程約 600km の量産をスタートしました。また、改良型として、射程 1200km のミサイル開発中ということです。中国本土での標的は、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市と考えられます。ミサイルは、中国側から攻撃し、憎い台湾島南北の険しい山脈の向こう側、東海岸に配備すると推測されます。両地点は十分射程内ですが、巡航ミサイルは、撃墜回避のためジグザグ飛行ですから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離とされます。軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルなので、狙い撃ちされにくい一方、中国工作員の破壊行動などに遭う危険性はあります。となると、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載、反撃手段の切り札にするだろうと推理する向きもあるようです。しかも、10発以上の搭載を目指しているという説もありますし、射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に詰めば、航海まで進出して首都北京を伺うことさえ不可能ではないと思われるのです。この潜水艦の存在自体が中国への強力な抑止力になることは間違いないでしょう。万が一北京を攻撃されたら、共産党指導部の権威失墜は間違いありません。ある人が想定した台湾有事の際のシナリオを紹介しましょう。中国指導部を戦意喪失させるため、台湾潜水艦は中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指して攻撃してくるだろう。以前は台湾有事でも中国との全面戦争を避けたいアメリカは中国軍艦への直接攻撃はないだろうし、台湾には4隻の老朽潜水艦だけなので全く勝負にならないと考えられていた。しかし、状況はガラリと変わった。アメリカが制止しても、台湾が自衛権に基づく反撃として、複数の海軍級で出撃したら、対潜水能力で劣る中国海軍は行動を制限されるだろう。艦艇の太平洋側への展開は愚か、軍港から出ることすら不可能になるかもしれない。そして、万が一、大切な空母が撃沈されてしまったら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高い。当然、侵攻作戦も中止せざるを得ない。台湾有事となれば、日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が、
密かに台湾に加勢するだろう。台湾潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻止すれば、台湾東部太平洋地域で中国が制空権を握るのはほぼ絶望的になる。そうなれば、この海域に進出した中国潜水艦は、西側の潜水艦や追戦哨戒機に次々に発見され、撃沈される可能性が高い。潜水艦の存在理由を思うと、仮に西側連合軍に撃沈されたとしても、西側が撃沈したと、中国が公言はできない。自軍の弱さを認めるようなものだし、ごまかそうにも海中の出来事なので、証拠もでっち上げにくい。身動きが取れなくなってしまう。こうなると、台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまう。台湾の潜水艦建造に関しては、中国側に機密が漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を建造して、中国の脅威に備える予定らしいなどという誠しやかな話が、ヨーロッパあたりの防衛関連業界から聞こえてきたとか、情報戦の駆け引きが激しくなっているようです。一つ言えることは、集大成の台湾武力統一への執着のせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものですから、つまりは、寝た子を起こして、藪から蛇を出したようなものと言えましょう。